ケはどうする。安藤だ。あーと、あのちょっと滑った。シューズが脱げてる。そうですね、安藤の靴が脱げています。これは大変。あ、シューズを脱いだまま打つのか。ネット、シューズを脱いだまま打っていきました。そして、あ、ここはレフに止めました。これは珍しいプレーですね、はい、いやー、ここで安藤はシューズを履きますが、鈴木さん、はい、シューズ、右足のシューズをが脱げたままシュートを打つっていうのはシューターにとってはどんな感じなんですか。あの、もし入ってたら非常に歴史的なプレーだと思うんですけども、はい、だってそんな練習はまずないですよね。いや、まあ、もちろんですよ、ま、試合中にシューズが脱げることでさえもね、なかなか、なかなかというか、もう本当に稀なことだと思いますので、はい、まあ、レフリーの方も戸惑うと思いますね、うん、で一旦止めて今シューズを履いてますけど、先ほどはこの右足のシューズが脱げたままスリーポイントを打つというシーンがありました。いや、鈴木さん、私も B リーグ元年から中継させていただいてますが、これ初めて見ましたね。 B リーグでは、はい、初めてです、はい、改めて仕切り直し、レイクスボールでゲーム再開。